今日はね、早乙女塚古墳に行くんですけどね、あ、そうだ、有楽天皇のね、梅塚というふうにされてますから、あら、ここに書いてないか、有楽天皇陵古墳、書いてないね。ここでございましたか。この方は来ないでしょう。これはちょっとね、なかなか探すの大変でございます。早乙女塚古墳、これはちょっとなかなか来るの大変ですね。どうなってんだ。あ、ここにある。有楽天の梅塚。はい、梅山古墳でございます。日本語で書いてある、書いてあるね。墳上22メートルの円墳。これね、昔聞いた話によるとね、昔の話によると、前方後円墳じゃなかったのかって話だったんやけどね、どうなんでしょうね。高さが3メーターぐらいか。5メーターか。いやー、わかん。どうだろうこれ。小型の前方後円墳かね。それにしてもちょっと真ん中がね、ちょっとおかしいんだけど。看板がないかね。あそこあるね。看板見えんか。何にも見えませんでした。三度山古墳。あそこにある。ちょっと目視でわからんね。ほら、ここの宮内庁の管理かね。目的地は左側です。はい、着きました。お疲れ様でした。珍しいか、あんたがちゃんと誘導してくれんの。お、結構大きいね。何にも看板立てないがね、これ農業古墳。農業で埴輪かまおと墳、どこにあったんですかね。何にも残ってませんけど、後円墳がちょろっと見れるのか。はい、西馬塚古墳でございます。これは45メートル方墳やね。見られんか。
分かれんかね。あまりの急の高さに上がられへんな。だからね、古市古墳群の中の最大、はい、ここにあります。あ、これね、これ見たらね、これ二塚で現在地で東馬塚、はい、二塚古墳。現在地ということは、この横が五人天の寮か。墳長が110m。 ね、分からんな、これでは。いや、残念。これは一緒からんか。はい、五世公案、五世公案やったら石棺入ってんじゃろうな。これ分からへん。これは分かりませんよ。これ鶴がいっぱいでございますから。ああ、こんな中ってね、王神天皇陵梅塚って書いてんの。分からんね、読まれんね。何で書いてんの、ちょっと分かりませんか。分からん。分からんか。読まれんな、目視で読まれへん。王神天皇の読めるか、なんとか。これはおお、これ見えるかね。あ、看板ある。ちょうど反対側から見たんだけどね、看板なかったんで。おお、この看板見てみましょうか。栗塚古墳、東100m ね。はい、一辺 43m、 高さが 5m。 ああ、なるほど、見れたんだこっちからね。